吉田さんお疲れ様です。サービス残業って言葉がありましたけども、まあ、実はね私の、まあ、知人がですねスペインに旅行する計画を立てて7月に申し込んだんですよ。だいたい10月に旅行に行きたいって考えて3ヶ月前にビザを申し込んだら取れるだろうと思って申し込んだんですけども、10月の今になってもねビザが発給されずに結局予定していた旅行がキャンセルになって、で宿泊予定をね1週間ぐらい組んでいたんですけども、そのホテルもキャンセル料とともにキャンセルしたらしいんですよ。でビザが発給できないってどういうことやっていろいろと調べていくと、スペインの人ってね残業しないそうなんですよ。で定時になったら帰って、で自分のライフスタイルをエンジョイするみたいな国民性らしいんですよね。そうなってくるとお客さんとしては困るじゃないですか。でもその時にその人は気づいたらしいんですよ。日本っていうのはサービスがそうやって働いてる人の都合でね滞ることはないよねって、期限が決まったら絶対その期限を守るために残業したり休日出勤するよねと考えた時に、私たちが顧客の立場としてサービスのレベルを当たり前に感じていることっていうのは人々の働く人のねとてつもない犠牲の上に成り立ってできてるんだなってことなんですよ。だから労働改革、働き方改革とか言って働く人の権利を守ると顧客に対するサービスレベル、カスタマーサティスファクションというのは低下するっていうふうなね、もうトレードオフの関係にあることを知ったらしいんですよ。で、まあスペインとかねメキシコの方っていうのはバスが3時間遅れてもまあよくあることだよねっていうふうに何のストレスも感じないそうですけども、まあ日本ではね電車が1分とか2分遅れたらもうニュースになるぐらいの大事件になりますよね。うん、まあそういったこともあるのかなと思っちゃいました。はい、いらっしゃい。